はいひとつきまさしみです、えー、山本太郎さんが議員辞職を発表して、えー、一夜明けましたね、もう各所で大激震が起きておりますよ、本間さん、そんな中でもうちでずっといじらせていただいてるおとる音喜多んさん、日本維新の会、もう絶対あいつは俺、アホ言うやろなというふうに思って、備えてずーっと待ってたんですよ。でで 日本維新の会批判山本太郎辞職とかで30分ごとに検索検索とかでやったらあっそれかって思った発言を今日は皆さんとですね紹介したいなと思うんですけども <laughs> いやーこれね本当に音来た瞬がですよあの山本太郎の議員辞職を批判してるの。<ー>ね、でじゃあ何て批判してるのかっていうと。 ねうん、まあなんか朝から本会議でバタバタしていられない山本太郎さんが辞職表明仕組みとして認められているとはいえこれじゃ有名人が衆院で辞職出馬を繰り返せば比例議席の票が上積みできることに民主主義の在り方や有権者の思いを考えると気持ちいいものではなーい、うん、維新吉村議員が辞職願い大阪市長選出馬へ2015年10月1日このことを言ってはるんですかね、うん あのー、そういうことがあったこと知らないんじゃないの、音北多旬は。あなるほど、なるほど。自分が政調会長にまで就任されていますけども、たったこの自民党と比べて短い党の歴史、たかだか7年前にあったようなことも覚えていない。頭がブレインボークになっちゃった。その頃ほら、音喜多旬はあった。うん。何やってたか知らないけど、うん。まあ、維新の人間じゃないもんね。まあ、そうだけど、小池医療にいいか。そう,そうそうそう。うん 小池百合子様の周りを走り回ってたわけじゃないう失敗を振ってさまあねだから多分ね何も知らないんだと思ういやでも政調会長になったんだったら知っとこうよそれくらい自分の発言ぐらい責任持たなきゃ普通はさいやー山本太郎とかこういうことやってこいつに噛みつくと何が起きるかなって大体普通考えるよね、うんうん、で翻って でじゃあ維新ってどうだったのかなって、うん、普通は考え、うん、でもねあの考え出したらもう何も言えないのよ維新って <laughs> 全てがブーメラン<笑><笑>だからね考えない <laughs> つまり音喜と慎はもう考えないことにしたんだ、えー、私もですねあの昨日ですね慎をひとで腹が立ったんで夜中ね 山本太郎を批判したり与野党ブーメラン州ですというところにですね日本維新の会の音喜多さんのツイートを紹介した結果ですね、えー、368引用リツイートされてるんですけど先ほどチェックしたリプライがフルボッコ状態でしたでしょうねそりゃそうだよこいつもお前の党がやってることじゃねえ <laughs> ディベイがやってる党じゃしかも藤田幹事長も、うん、維新本維新の会のね 国政でいただいた票というのは重いものだとかって言って <laughs> それもお前国政でいただいた票を2015年にね近畿比例から出た吉村がパって蹴ってさらに文通費改革とか言うてるくせに自分は1日100万円もらっといて市長選出まーすとかってやってるじゃねえかよとかあいつらバカなの全然もう何の説得力もないなんだもんまあ ああ悔しい俺やろうと俺たちがやろうと思ったことまたやられちゃったよっていうレベルだと思う。ねーうん <laughs> まああのー、ねあのー、でまた昨日はさまたほら、うん、じゃあ太郎ちゃんは一体どっから出てくるんだと、うん、いうのをあえて言わなかったんだ今 どもうもう,もう <laughs> どこ行くのこっち来ないでこっち来ないでこっち来ないでって <laughs> みんな当然ながらさ誰も来てほしくないわけよしかもさ比例では出ませんうん選挙区で出てね指定席があるようなところに行ってそれを指すでそして前回の衆院選のような野党共闘とかっていう忖度もしないっていうふうに言ってるから <laughs> <laughs> もうみんな <laughs> やばいやばいやばいってまあみんなねだからみんな攻撃するわけ、うんおかしいだろうと、うん、もう気がこっち来んだこっち来んだこっち来んだっていうのをまあみんな,なんかそれっぽいことで批判してるだけさあビビりすぎうんまあやっぱりねどんなに強い候補がいたとしてもさ、うん まあやっぱり相当票を削られるだろうなっていう危機感はあるだろうねやっぱねだからまあビビるまあでも東京から出ることもまだもちろんはっきりは言ってないけども、うん、まあそうは言っても大都市だよねやっぱねまあまあ複数人いるところの選挙区でしょうね、うん、だからえー、っと東京神奈川あと埼玉とか 大阪とか名古屋とかまあそのあたりうん、うん、まあきっとそうだよなうんまあ名古屋通過1 <laughs> まあでもね確かにさうーんまあこれでえー、っと参議院で、えー、の比例で比例名簿1位とかだったらさまあほぼ確実じゃんうんだけどそれを決定衆議院あごめんなさいあの参議院 参議院のその、えー、選挙区選選挙、うん、選挙は勝じゃねえや、選挙区で出るっていうのは、うん、まああのー、約束された場所ではないから、うん、ねいかに彼といえどもさいやだからこれ排水の陣、だよねまあまさにまさにこうさカメア柴田状態だよねカメア柴田になるかどうか。 うんかそして本間さんよく「亀割柴田」の例えを出すんですけど、うん、あの知らんって普通の人柴田勝家知ら <laughs> ん,<ゃ>ん <laughs> 有名な話じゃないねい柴田勝家までは知ってるけど亀割柴田まではわからんと思う <laughs> うんまあな、うん、まあそれはちょっとお調べいただければすぐわかるんだ、はい まあとにかく排水の陣だよねほ、うんとにね。でカメれレシバターはカメ割って川をあの背にして戦って勝ったから名前が残ったけどそれで討ち死にしてたら終わってたから。<laughs> 終わってたよ。<laughs> まあだからなあこれねまあもちろんさ。 あの死ぬわけじゃないからさあれだけどさ、うん、まあでもすごいよねいやすごいよちなみになんで私が亀有柴田してるかっていうと近所であったからです、うん、滋賀県安市だもんあっそうだっけ、うん、安って私の生まれた草津の隣の隣,の隣だからああ<ー>、うん、でもねあうなんだ亀有柴田といえばああの朝倉と織田の戦いの時にとかって歴史お宅だよそんな人すぐ出てくんのうん まあでもまあ山太郎さんはね本当に危機感を持って立ち上がったっていう感じですよね。維新もさ、うん、ほらなんかこの結局その例のあのなんだっけ交通費。うん 通信費,通信費交通費問題さ「うんうん、いやーあの人はあの話はうちが一番最初にい出したんだあらっ」っつって大騒ぎしたけど、うん、まあ、それでも国会ではやっぱり自民公明がやっぱり抵抗してさ、うん、結局あれ今回の国会では日割り、えー、計算しますと、うん、それと使途、えー、はもう何にでも使えるようにしますってなんか逆張りみたいになってうん、うん、で 維新がうおーっと騒いでいた領収書の公開はやりません、うん、っていう話になっちまったわけじゃん。なっちまったっていうか一応そのまだあのそこは継続で話し合うとか言ってるけど、うん、だからまあ維新もさとりあえずのをかっこつけて「おらやるぞ」ってやったけど、うん、でも結局はまあ彼らが最初に言っていたことは通らなかったっていう。うん うんこいつのパターンじゃないですか。やるぞやるぞやるぞだーって言って何もできてなかったとしても問題提起をできたことにはすごく意義があると思うこれからも国会の中で存在感を示していきたいみたいななんかそれっぽいこと言うんでしょッターンう,うん。まあ結局はだってさ、うん、なんかだってお前もこのあれが通んなかったら。 他のあの党の議員と差し違えてでもこれ通してやるぐらいの勢いはあったけど、うん、結局、まあ,しゅんあれあの話はどうなったのよあの話は。うんうん、じゃあそれでその領収書公開ができないあのっていう案を通さないから、うん、いもう例えば維新は議員全部引き上げるぞとかする。うん まあそんなことはやらないわけです。うん、ね。うん、<う>まあいいか、この辺でって。まあこんなもんかなみたいな。うん、実はなあ、領収書公開するのめんどくさいしなあ、みたいなさ。うん。うん、まあいいか。そんなことやったら、お前、ババばばばばさ、銀座で飲むのバレちゃうじゃん。フフフフ。いやだから、な話で。の文通費あれだけね、ギャー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 言ったけど、何もできてないのがいいしね。 でしょうん、うん、そんなもんだって、うん、だからあれな、あのー、失敗したと思ったんじゃないあれなんかなんか適当に花火打ち上げるつもりで行ったんだけどなんかみんなやるって言って <laughs> やばくねえかこの本当に交換したらってさ <laughs> アホすぎ通常に言うと吉村にもブーメラン刺さったからねそうそうそう,そう<ー>ね あの欲しさんにさあれでしょ議員辞職をさ月末にするべきだったのを翌月1日にしてあの文通費だけもらって辞めるっていうさそれを指摘されたらああれはいろいろと忙しくて手続き上でそうなっただけで別にお金が欲しかったからじゃないんで中とかって言ってたけどねでももらってるわけだうん。 まあそういう連中がさ山本太郎がお前さんに辞めるとか,かなとかって。だって実際,実際問題としてはさ、うんね、議員がその自分の身分をどうしようが、うんうん、別にあの有権者がその彼に票を入れた有権者が納得すればいいだけの話ですさ。うんうん 他の党の議員とかがうだうだ言うような筋合いの話ではないわけで。うん、で、まあしかも、うん、令和の、その、令和に入れている人たちっていうのは、まあ言っちゃえばさ、太郎教のわけだよな、うん。だ太郎がさ、何かすごい大間違いでも犯さない限りは、うん、いいやねえか、太郎ちゃんがやるんならっていう風な、 人たちじゃなないみんな票入れてるのだから別に維新の票がじゃあ彼に入れていた票がこれで逃げるかっつったらそれは逃げないからね。うん、まあ全然、うん、あのっていうかまああこれで参議院選挙は多少面白くなるなっていうふうなねやっぱりいろいろレプライとか見ててもみんなそう書いてるしさ、うんうん。いいんじゃないかなって俺は思うけど。うん で、ええー、それに対して。うん。立憲は。立憲の。立憲の前に、ちょっと面白い話があるんで、立憲さんに行く前に、ちょっといいですか。どうぞ。おまさん、久しぶりの人ですよ。うん。あの人ですよ。あなたがずっと、これで、いじってきた。うん、あのお姉さんですよ。おお。はい。 あのすっぴついにすっぴんで出た違う違うあの。いや、これ、もうにぎやかしの記事なんですけど、ね、あえらに、山本太郎、落選も覚悟の上参院選出馬へ、令和旋風起こるか、自民に警戒感、うん、のところにですね、まあ、まあ、なんで自民が警戒するかっていうと、なぜ衆院を辞めてね、参院選出馬するのか、ねえー、これはね、あの黄金の3年間とも言われ、国政選挙が行われ、空白の期間になる、ね。 えー、可能性があると、えー。参院選は自民党が大きく議席を減らすこともないだろう野党が議席を大きく取ることもないはず。長津町の空気を読まない令和新選組が議席を増やすべきだ落選を確保の上だっていうふうにやってでこれに対してですねあの自民党の幹部がですねなんと言ってるか野党がバラバラでよほどのスキャンダルがなければ参院選は勝てると踏んでいた山本氏があっと驚く議員辞職それも選挙区での出馬でしょ山本氏の努力で令和旋風が起き て野党に風が吹いたら勢いづくことも考えられるこういう展開になればそれに乗じて東京都の小池百合子知事も触発されて自ら実はということはありえるのではないかい非自民という勢力が一気に議席を伸ばすことはありえるこれまで参院選は大丈夫という楽観ムードが一気に変わってきたよ<ー>しゃどこ行かって岸田政権に大きな影響が これあのイワリスさんが書いてるんですけど、多分、ね、笑いながら書いたと思うよ、イワリスまた <laughs> すごいよな、本当にすごいよな。ユリコのことやっぱビビられてるんだね、まだ。やっぱり誰もさ、まだ死んだとは思ってない,、ね、いそうでしょう、あいつ急になんかこう、う <laughs> っ <laughs>、かれのごくんじゃい お前もう本当にさあれ核融合炉かあの山本太郎って燃料棒が差し込まれて作ってくれそれまでずっとシーンとしてたわけだよちょっと太郎棒でも差し込んで太郎棒差し込んでくるっつったら急にだからちょっとゴボゴボゴボってこうあざまめき出すああ嫌だ で、えー、私は出ませんって言ってんじゃんよだってよ <laughs> まあ普通に考えてみたらさ、うん、まああれだよね衆議院議員だったらともかくさ、うん、都知事の座を捨てって参議院議員になるってさね別にもみも何もないしね <laughs> うん、うん、もし出るんならそれこそなんだっけ都ーファースト、うん、で10人以上ぐらいはさ 公認してて引き連れて、うん、で私が出ますってやらないと、うん、結局今はほら東京都の長だけど、うん、ただの参議院議員になったってさうん、うん、これ角落ちだろうのを見たって結局だからまあね、うん、いやおばさんが出たらまた面白いっちゃ面白いけどさ。うん うーんその可能性また今西さんはまあ多分そうだよ今西さん <laughs> こんなぐらい書いとくかーっっ <laughs> こんなコメント取れた人おもろいから書いとくか <laughs> <laughs> 祭りに乗じとけみたいな感じで書いたんだと今西さんだ岩さん岩西さんはあのどういう人かっていうとうちの番組だとあのえー、っと大阪の宿泊療養者に対しての自国のカレー <laughs> <laughs> あれよく書いてましたよね,ねいたあえらでうん、時刻のああいやしかしまあでもまあこうやって動いているわけですよみんなそうそうそうそれぐらいのさポテンシャルはもちろんあるわけ、ね、うん、うん、これはまああれが出てきたらまたもちろん面白いけどさ、うん、ねでもそうするとさえトミンファと あごめんなさい <laughs> <え>カレーはアイラだけど違う人かもしれないあそうだっけ今西さんもなんか書いてさんもたけど今西さんカレーカレーカレー今西さん和歌山のあのカレー事件、うん、あれよく書いてたまあいいや<ー>それは置いといてお<ー>あのまあでもなんかこんなにやめただけで騒ぐってすごいっすよねうん。<い> うんまあ、ポテンシャルがあるがあることは絶対間違いないよね。ね、うん、ただ、まあ、あそううーん。都民派とは、ほら、国民民主でさ、うん、なんか、合体がもあったじゃん。うん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 で。合体するかしないかってやってたけど、結局合体しなかった。うん、まあ今頃ろ、都民ァも胸がて下ろしてるよね。 国民へえ、うん、もう本当にってなっちゃって、うん、ねえ <laughs> もうだってこの献金問題はでかいよこれトヨタねトヨタの違法献金問題、うん、ねえ2億円。額ももでかいかいらさ<で>額<も>ちなみにそんな国民民主のですね幹事長が何と言ったかっていうとですね、うん、山本太郎議員のねあの辞職に関して。 ルール的には価値はないが期待して投票した人もいる制度の盲点をついた感じがするとかっていやちょっと待って <laughs> てめえは制度の盲点どころかルール違反しとるやないかいねえ幹事長だったらさその献金を知らないわけがないからね、うん、な何を言ってるんだとまあでもそう考えると小池百合子が国民民主がすり寄ってきても あんんまり反応しななかかったじゃないですかうん、もしかしたらなんかなんかちょっと匂うなっていうあの,あのお姉さん嗅覚があったんじゃないのこれまあまあ嗅覚は鋭いからね。ああ野生の勘と嗅覚だけで生き延びてきてる人だからね。っぱほら普段さきっつい化粧品つけてくからさ。うん その自分の化粧品の匂いに騙されないように嗅覚は何万倍もあるわ <laughs> よくわからない理屈だ <laughs> <laughs>、うんい<や>嗅覚は鋭いと思うよじゃあそろそろ立憲の話しますか、えー、うんまあ人もしないも <laughs> あの私すごい思ったんですけどこの立憲のね人もね 山本太郎のことを批判してるんです、うん、立憲民主党の中堅議員はとにかく目立ちたいだけと批判したちょっと待てと、うん、お前らは <laughs> <laughs> お前らの課題はとにかく目立てってことだよってもうこれ見てすごい思った何なのこいつらってお前らは埋没してるんだよ お膝元の京都府議の補欠選挙でも維新にダブルスコアで負けといて、目立ちたい時だよつって。目立つことが嫌いなんだよな。でも選挙に負けますよ。うーん,なん、なんとかなると思ってる。静かにしてればきっと。うん。きっとね、静かなのが、静かなることごと、山のごとしで。あしうん 静かなることはい、うんえー、林のごとし動かざること山のごとし、うんうん、あぴったりじゃんかこれでもそれ,それには一応の風林火山のそれだとあの林山 <laughs> 風のように動きねとかあの火のように激しくの部分がなくって私の当西は林山です林のように静かで山のように動きませんってそれ えいつ動いてくれるんですかって動きませんあの火のように騒いでくれる時はありません住職とかになった方がいいですよそ,れそうなそうな立憲民主共とかになった方がいいですう,うんうこれは住職向きだね <laughs> うん住職とか言うとまた別の党がえ何呼んだって言って走ってくるからえー、何何呼んだ呼 <laughs> んだ、うん、池田対策まだ来てるよって <laughs> しづらいよ元気だよ警察元,元気だよってあれだってさほんとさ愛作ん亡くなったって発表してないんだもんね <laughs> すごいよ何言ってんすかおんまさん大作先生はご存命で元気にしているから発表してないんじゃないですか <laughs> えそうなの あのー、ちょっと連れてきてる会ってみたいかやんごとなきお方ですのでそのように一瞬その分かるわけじゃないですまだ94歳で、ねうん、もう天地を駆け巡っておられますおお大川隆鵬に呼ばせたらいいんじゃん考えてみた大川隆鵬もなかなか喧嘩売ったなって感じですそこまでいったらこれ <laughs> 考えてみたらやってないもんね,ねやってないで いな対策の例を。<laughs> なんかキリストとかなんとかと話してるんだろうがね。もう対策で話すにはいっちゃ。それではですね、山本太郎に関して公明党の石井幹事長が何と言ってるか。この時事通信のニュースによるとですね。うん、ね、比例代表とはいや有権者は名簿に乗ってる候補者を見て投票している。 っていうふうにこう、まあ、言ってるわけで、そんなんすぐやめるなんてけしからんというふうに言っているんですけど、まあ、昨日も取り上げましたけど、遠山清彦議員という人がですね、あのー、コロナ融資、まあ融資の闇金ですよ。俺通してくれたら、お前んとこにすぐ融資行くぜ。日本政策金融公庫からな。すかりちょっと、中で。これで1000万円以上荒稼ぎ。仲介した融資の金額は37億円。ね。いい でそれで、えー、っとまあ有罪判決を受けてですね議員辞職をして、えー、公明党の議員が繰り上がりで吉田信弘さんという人が繰り上がり当選したんですよ。うん、山本太郎さんとまあ制度的には一緒ですよね、これは。一緒だ,ね、だけどですね、公明党の遠山清彦議員の闇金疑惑にはその繰り上げ当選者吉田信弘の元秘書が関わってたんだよ。 おかしいんだろうそっちの方がおかしいのにてめえに煽ったの批判するで、資格はねえよって思った。<ら><お>本当にひでえな、まあ、な何なんですか、これは <laughs> こいつは全部おかしいよまず、維新はいや、お前、吉村が同じことやっとるやんかいっていうのが1。で、公明党は犯罪議員じゃねえかよ。で、それ繰り上がった議員の 元秘書までその犯罪に加担処理やないかと。<ー>で、国民民主は制度の盲点をついているとかつったら、お前、制度の盲点どころか反応、お前、違法的期じゃん。んかしらで、挙句の果てに立憲民主党は目立ちたいだけだろうって、お前はもうちょっと目立っても、何なんですか、これは。ああ<ー>。やばい。ね 自民党をこうどうやって考えてみるっ,てった？うん。一番まともなので自民党じゃん。そう自民党の発言についてはですね、もうあのすごく面白いこと言ってますよ。東京の有権者をバカにしている。うん。ちょっと待って,てお前どんだけ公約やって。 日本で一番公約破りして有権者をばかにしてきたのてテーメーだよって。古くはさなんだっけあれほらえー、なんだっけほらあれうん,うんと安倍政権あんだから、ね、野党だった時にさんだっけ悪夢の民主党政権悪夢 <laughs> の民主党政権だった時代に、うん、ええー 何、うん、だっけない何のアジアアジア圏のほら、うんあのー、通商条約アジア圏の通商条約もう結んじゃったけどアメリカが最初乗ってたけど<あ> TPIE のことですか<ん> ?TPIE だったっけな ?TPIE だったうんもう最初はほらもうあのー、安倍安倍っていうかほら なんだっけ ?TPI じゃないな ?TPP だそう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 。TPP? そんなようなやつ。環太平洋パートナーシップだ。はいはいはい。そうそうそう。絶対やらねえとか絶対反対とか。ポスターにも書いてたじゃん。で、安倍政権になったら、ああ、やるわ。うん。払って。もうその手のひら返しがすさまじかった。よそんなのもそれやるわけです。 最も信用できないけど、まあ俺がほら一番面白いって言ったのは、そのまあ今西さんが自分でただ自分の思いで書いたかもしれないけど、いや、そういう起爆剤になる可能性がある。<laughs> 一番あれじゃんあの的を得てる、ね。いや、ほ、うんとほ、うんとほんと。で、まあな、まあ一番割り食うのも自分たちだからな。うん、<laughs> 自民党の票は逃げるわけです。いや、逃げる逃げる逃げる。うん、まあね、<laughs> でもね。 立憲ねうんちょっとね何<憲>とかね何とかしないと立憲どうするんだろうまあでも山本太郎10議席取れたらっていうふうに言ってたけどそれってだい大体123、えー、議席中の10議席まで増えるっていうことは、えー、全体の まあ8ぐらいですよね、えー、今回の選挙の中で言うと、うんえー、10÷123 なんで8.1%でこれを衆議院にかけるとですね465議,議席ありますから38議席取るってことですすごくねはちょっとすごいけどな衆議院に換算したら前回の選挙で維新が見せた大躍進並みの。 ものをできたらいいなっってて山本さん言ってるわけだからもうみんなでね、教育を倒す小さないいね、教育を倒す小さないいねっていうことで、応援をこうね、あのしていきたいなというふうに思いますよ。まあ、教を倒す小さないいねっていうのは、こう山本太郎さんの応援の動画とかね、あの一心アホやなーっていう動画を上げたときにですね、皆さんがチャンネル登録、いいね、ね、でそしてコメントをつけてくれると、YouTube の中で評価があって、この動画がこう上がっていくので、 みんなで応援しようというまあそういう活動なんですけどまあただあの私立憲のことをボロカスに言いましたけどあの人たちも頑張ってくれなあかんのよほんとそれは本当に思ってるよでも目立ちたいだけっていうのっていくらなんでもなんかもうちょっとなかったの批判の言葉としても他の人なんか言ってないのえ立憲民主党 うん、私が見つけたのはこんなもんでしたね。うん、<laughs> まあでもあれかな、議員、そうするとう,そう,そう議員の立場でさ、うん、いいんじゃないの、大歓迎って言った人はいないわけだ。うん、議員の立場では、うん。言ってない言ってない。さすがにそれは言えないのかな。なかなかな。うん、それ言ったらすごいよね。うん、いいじゃないかと。うん、それは面白いじゃないですかと、一緒に、うん。 一緒に盛り上げていこうよと。言えたらなかなかのもんだけどね。まあでもさすがにそれは言えないわけか。ね。うん、やれやれ。まあせいぜいが音切った瞬ぐらいのレベルの話か。うん音った瞬瞬。ね。音った瞬瞬。どうせなんかやって怒られて瞬としちゃうわけだろう。うん 解明すればいいのね、おときた修。ええー、仏門に下るしかないですね。解明するためには。無子養子に入るとな苗字が変わり、仏門に下ると下の名前も変えられます。おこ。戸籍上の名前。え変えられる、うん。変えられる。変えられるんだ。うんえー、仏門に入ると。そうそうそうそ仏門って考えてみるちょとさ。うん。 あのお坊さんに認めてもらわないとだ、うん。なんでまあ本間さんがあ,あのー、なんか仏門に下って、えー、でも普通の生活だけやりつつ名前だけ変えたい場合はあ,あのー、まあ50万か100万ぐらい寄付するから、うん、弟子にしたって言えば大丈夫大丈夫ってことだそそうそう,そうってことなんだ、うんなん うん。音きた順とかにしとけりじゃん。<laughs> 音きた順。<laughs> いや、結局、旬だったさ。旬とするんだろうって。<laughs> どうせ旬とするんだろうって。ね、ずっと言われ続けるわけで、ね。うんうん、じゃあ、順ならいいんじゃん。うん、まあ、そう。え、でも、戸籍も変えられん。うん、まあ、もう、で、その話題は、あの、今日の趣旨から大きく離れますから。やめておきましょう。 ちょっと俺はそっちにすごく興味があ出てきたのあのコンさんに聞いてください私コンさんに教えてもらったん <laughs> コンさんすいうこと知ってんなぁいやあの親から虐待された子供が逃げる時の方法の一つですあ<ー>名前変えるっていうのいや無所入って出てきてさ <laughs> いや今日ちょっとだからその話じゃないから <laughs> <laughs> 今日その話じゃないってあそうねはいあの ほんまいう解明プロジェクトが必要なときはまた別に取りましょう <laughs>。<laughs> <laughs> まあでも山本太郎はこれ騒いで旋風を起こさないとね。うん。まあそれしかないよね。うん。うんまあ、結局ね、やっぱり、なんていうの、それはもちろん維新だってさ、参議院選挙にも何人も候補者出してるじゃん。うん、候補者出してるけど、うん、やっぱり本人がね、出てってさ。うん あのー、この選挙区でやっぱり「あもったろう」って書いてくださいっていうのとうん,うーんといやーあの今日ここであの本間流の応援に来ましたみたいなのとやっぱりちょっとだいぶね、うん、熱が熱量が変わるからねそりゃそうだよえ昨日安富さんよくやったって言ってたまあこれはでも私も平田さんも安富さんも 同じ感想なんですけどなんか悲壮感も漂ってたし無視されていじめられて絶望してそれでも立ち上がらなきゃっていう感想なんですよ。うん、まあ実際国会質問でも全然時間取らせてくれないし、ね、立憲民主党が時間を取っていいよって譲るのも自民党は拒否でしょ。で,で今回の残念ながら出馬表明も。 あのまあ辞職して出るぞというふうに言っても冷ややかな声多いじゃないですかうんなんそういうものとまあ戦ってんだろうなっていうふうに思いますよええー、うんだからそのまあかわいそうだしより応援しないとダメだなっていう感じまあさ俺これでね思い出すんだけどうん,うーんもう10年以上前かなうん あのー、ヨーロッパで緑,緑の党旋風っていうのがあってさ緑の党ねだってドイツではすでにもうえっと与党にはなってないか、うん、で,もでかい野党になってるからねうん、うん、緑の党ってさうん、うん、ヨーロッパでドイツが一番でかいのかな緑の党ってねうん、うん、でつまりヨーロッパではやっぱり大きな政党にみんな,な,、うん、な成長してる、うん、でそのやっぱり旋風がヨーロッパで吹き荒れてたんで、うん 日本でもっつってさ緑の党ってあるからね日本でもね一応で日本でもっつってうわっつって結構なんか有名人も集まってなんか立ち上げがあったんだよ、うん、で参議院選挙かなんかにやってたんだけど、うん、1一議席も取れなかったわけよ、うん、それなんでかっていうとまあやっぱり太郎ちゃんみたいなさ、うん、あの圧倒的なパワープラス あと、やっぱりなんだかんだ言って、やっぱ彼は知名度があるかね、元から知名度がさ。うん、そういう人間が緑の党っていなくって、うん、うん、結局、なんていうの、えー、っ,とこ国うっと、衆議院とか参議院の国政選挙にはもうほとんど出てこないけど、いま、うん、だに市議選レベルぐらいだと緑の党の。 いいう人たちいるよねっとはう、うん、それでもなかなか通らないうんうん。あのー、もうえっとヨーロッパで緑の塔旋風が吹き荒れた時ってやっぱりすごかったのよ。うん、あのー、もちろんその反原発っていうのもあるし。で日本でもってってさ。で結局やっぱりその時日本の緑の塔も。 反原発がやっぱり一発だったあの一番でかいあれだったのよ自然エネルギーへのもう転換だっつって、うん、でだからそれで通るって思った人たちもいたんだろう、ねうん、だけど通れなかった一,一議席も通れなかったわけうん,うん、うんうん、なのに山本太郎はそ,うでそれはもちろん反原発って言ってるけどさ、うん ほぼほぼ一人で立ち上げて、子分を奮闘して、うんえと、結局衆議院に2人を送り込んでるわけじゃない。しかもそれが、えーっと、ものすごい難病を抱えていて、うん、普通だったら国会議員になんか絶対ならない人たち。うんうん、で、彼らを押し上げたことによって、国会の 中をバリリアフリーにしてでそういう人たちに発言する機会を与えているっていうのは、うん、いやこれ日本のさいやじゃあ他の立憲とかまあ別に自民党も一時あれだったよね、うん、あの野党だった時がある。で自民党にもさ車椅子の国会議員っていたのよ、うん、古くは八代ータっていう人もいたし。 じゃあそういう人たちはいたけど国会がバリアフリーになったとか国会がすごくそういう人たちにもう参加しやすいようになったかって言うと別になってなかったわけなるほどでそういうのを太郎ちゃんはさ一人で成し遂げちゃってるわけ、うん、すごいことだよねこれはすごいことなんだよね、うん、やっぱりねちょっとじょだから俺最初に「常任じゃない」って言ったけど、うん、やっぱり常任じゃないパワーってちょっとこう普通じゃないものがあってね だからそれはすごい俺は尊敬してるわけうん、うん、すごいなと思うただその,あのじゃあそこからなぜこう統制が今一つ伸びないのかっていうのは、うん、やっぱりこうものすごい純潔純化主義じゃない本当にさ、うん、その自分たちのこのあれに完全に共鳴してないと、うん、多分受け入れない、うん それと他の,その野党とはほとんどあの共同しないっていうね、まあ、それでそれプラスあとやっぱりあれなのかなそのやっぱりあそこなんだかんだ言っていまだに太郎商店なわけじゃない、うん、ナンバー2も3もいないっていうねそういうところがやっぱりちょっとずあのそ,れがそれで統制が伸び悩むっていうのはどうしてもある。 やっぱ彼だってさ、いつまでたって、一枚たってもメロリン級じゃないわけですさ、その年齢だってこう重ねていくわけだから、やっぱ誰かが、そのナンバーツースリーがいないと、統制ってやっぱり広がらないっていうのは、まあもちろんこんなことは彼は十分分かってるんだな。だから、ね、そういう人たちが出てきて、もう少し伸びてってくれると嬉しいなと思うよね。まあそれでも彼の凄さっていうのはさ、まあちょっと、 あの他の国会議員の、まあ、10人分ぐらい以上の働きはしてるからね。うんうん、と思うよ。うん、まあ、あのー、私はですね、最近よく分かったことが1個あるんです。うん、この山本太郎さんの反応に関して、本当、あのロスチェネ世代じゃないですか、あの人。 これロスジェネ世代の感じていること、生の感覚って、山本太郎さんを応援している人たちにも、これ、共感されないもんなんだなっていうふうに、あの、すごくやっぱりね、あの、感じるんですよね。で、本間さんの言われたことっていうのが、まさにその通りなんですよ。でも、それを飲み込むと、死んじゃうの。うん。 で、多分それってねちょっと私もどうやって言葉で説明すればいいのかわからないんですけどあのー、山本太郎さんに対して、えー、こうすればいいああすればいいと思う私も思うけど受け入れると死んじゃうんだと思うわでもしょうがない現実があるわけですよでもそうしないと伸びないじゃん でも受け入れると死んじゃうじゃんっていうところでなんかあがいて失点抜刀してんなっていうこの感覚う,ん,そう,だ、ね、うんなんですよ。うんそれがね私は一番見えて今回すごいかわいそうになった。で立憲民主の議員からもね「目立ちたいだけだろ」とかっていうふうに言われるわけじゃないですか。いやあこれ本当に。 彼が見ている世界っていうのはおそらく常識的でかつ選挙にちゃんと行く人たちからするともう考えられないあの要するに高齢者の人たちからするとね彼より年上の人たちからするとああもう見てる世界が違うんだなっていうそこのなんか分断めいたものを感じますねだから伸びないんだと思う 伸びない理由っていうのは太郎さんを応援してる人ですらも太郎さんが感じているあの危機感とか孤独っていうのが感じられないんだろうなまあ私だって別にまだ分かんないけどなんとなくなんかそんな気がするなっていう気がしますええー、んねうんあとなんか安倍晋三とかさもう完全になんか 意味わかんないじゃないですか言ってること。うんであれはみんな反対だと思うんですよ。だけどあのー、山本太郎さんも置かれている、えー、分断感っていや嫌な例えだけどあの安倍晋三と同じぐらいね本来我々と分断されてる考え方なんですよ。すごい孤独なところで戦ってて。うん、でだけど。 安倍晋三よりも誠実で元気があるしみんな応援するんだけどじゃあその本質的に抱えてる孤独感とかっていうのって理解してあげられる人がいないとなんか倒れちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますね私見ててそこが心配まあでもそれぐらいで倒れるぐらいだったら亀有柴田にはなれんなっていう厳しさもありますうん すごい戦いを挑もうとしてるなあの人は。うん、すごいね。うね、ん。恐ろしいよ見てて。ようやるわ。でよくそ結構その気軽に「本間さん出馬してくださいよ」とかさ「清水さんが令和から出てください」とかって言っている人が見えていないプレッシャーってあるじゃないですかそんなん絶対嫌でしょ国会議員になるのとかって。うん だけど太郎さん抱えてるのは多分それの一万倍ぐらい何かがあるんだろうな。これはあるだろうな。うん、なん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 だろうだの巨大な何か孤独を抱えつつのたウち回ってる感じ。まあでもあとはやっぱりさ何クソ負けてたまるかっていうのもねものすごい力もあるよね。いやもうそれついになってますよねその孤独とその危機感、うんうん、から始まる何クソ負けるか。 そしてそれが全くないのが透明人間泉健太なんですけど <laughs> ちょっと私と泉健太と山本太郎ってこのあたり同世代なんですけど <laughs> ちょっと,とほらもう,もうちょっと優しくしてやろうよそれがないんじゃなく、えー、感じられん <laughs> 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 それが感じられないのが泉健太さんですよない、うん、かどうかはちょっと分かんない、うん <laughs> でもねあのー、これはなんで泉健太さんに感じられないかっていうと乗っかってる組織の問題だと思いますよ。あそれだってう泉健太さんが「こういやるぞ!」っていうふうに言おうと思ってもかんなおとか「ああわせ」ねああでもそうそれ聞くと小沢さんがって小沢さんの言うことを聞くとかんなとかああいう時きて「あてあどうしようどうしよう」ってさ野田佳彦」って「こうしたらいいんだよ」とかっつって「岡田か」とか「いやいやこうでこうで」とかてって言っああ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 あ まあやっぱそういういことで、ね、西村さんとかっっ馬淵さんとかに相談しても、まあそうだね、いろんな意見がありますからねとかっていうように言って、一番頼りがいがあるのは立憲民主党なのかなでも無所属だけどっていう米山さんのツイート見て多分癒されてます。泉健太さん、俺もこうやって言いたいな、でも言えないよとかっていう多分、ね、まあつまりんで、ね 太郎ちゃんがあのその苦労しないでいいっていうのはさ、うん、彼はぜっね、あね彼の立ち位置は常に一人で全部自分で決めてる泉、うんうん、君は逆で1 <laughs> つも自分で決められないっていうさ、うん、その辛さがあるよねやっぱねでほらなんだろうねもうじじいは引っ込んでろっていうほど 礼儀知らずでもなだってそりゃ福山さんのさ秘書から上がってきて生え抜きでしょやっぱり立憲民主党の党首はゼレンスキーしかないわそれぐらいの改革黒船がいる黒船でしかも名前なんか、ね、断,断られるから勝手にゼレンスキーにしましょ <laughs> ゼレンスキーをびっくりえ 俺と、党首になってるんですよ、<laughs> なってるよ、だか知らん間だろ、つって。<laughs> ああ、うんま、そういうことをすると、うん、ウクライナからネプチューン打ち込まれるから、いや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 、だから、<laughs> ゼレンスキーを党首にしました、次の参院選挙で取ったら、われわれはウクライナ支援をします、ゼレンスキー閣下万歳とかって。<laughs> じゃないと安倍晋三みたいなバカがいろいろやっちゃうんですってああ<ー>、うん、この回だから名前ぐらい貸してくれんだろう <laughs> いいよあの代わりにあのカンパ集めて1000万ぐらいあげたらいいんだろ名前貸して選挙割れっつってまあでもね大太郎さんがこうやって動くだけでさまざまなあの変化が起きるわけですからうん、うん こすごいことだよいやすごいことなのと同時に彼の持っている孤独っていうのをまあちょっと感じたんでそれを支えてあげたいよねっていうふうに思ってねで一、うん、月満き万冊的にはですね山本太郎さんがよっぽどのスキャンダルがない限りはもう応援すると決めたのでいやどんなスキャンダルだ不倫ぐらいだったら俺は応援し続けるよっていうかまあそもそも結婚してたっけしてないよね してるか、うん、じゃあえっと不倫ぐらいだったら許すうんうんどれぐらいだったら許せないかなえあれはあれはほらなんだっけなんとかって芸人だなんだっけほら<あ>ヒルズのトイレでカールがある違う女わわわわわわわ。ゃあれは,は,は,はあ,あアンジャあシあそうそうそう。うんうんうん。あれは？あ全然ありあり。うん。ああ<れ>元気元気子作り頑張ってんだよあああああ あれも不倫でしかもぐる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 回転してたんだよねそれぐらい o k ケー。吉田茂とか目かけ30人いたからあそれに比べたばしただったら大抵のことは大丈夫だろうそうね役をやってたとかじゃちょっとやばいけどそれぐらいなう応援していこう まあ殺人とかな恐喝とかはちょっとやばいけどな恐喝ぐらいないですなるほど殺人はダメですさすがに殺人はダメ <laughs> それはもはやスキャンダルとは呼ばないなそ<れ>犯罪だからさすがに無理スキャンダルじゃねえよって <laughs> いやなんでねもう何とりあえずそれぐらいの覚悟でみんなね あの応援してあげたいいなというふうに思うので、ね、山本太郎さんが動いてくれたらいいなと思う人は我々もその風を山本太郎旋風をねこうやってふうふうふうふ,うふうってこうあの吹かさないと、うんね、あと和、まあ、泉健太さんに関してもあのー、頑張るよと頑張るよと思う人はね是非チャンネル登録といいね。 脅迫を倒すす小さないいね運動ですよそれは何かっていうといいねをするとうちの番組がね評価が上がっていくので YouTube の中で再生回数が増えますでそうすると私が山本太郎さんが「お山本太郎頑張れ!」とか「医師ブーメンなさせば!」とかっていう動画が <laughs> 伸びるようになるのでチャンネル登録といいねとコメントよろしくねでそんなねあの私たちを応援したいなっていう人は本間さんの本を買ったり乾杯してくれると嬉しいなうん はい、えー、ちなみに本間さんは今日あそこ行くんですよね今井さんとそうねはい、えー、まあこの動画があのー、あった頃にはそのイベントは終わってますが本間の方い、ね、ってらっしゃいおはよういそれではチャンネル登録といいねよろしくーー今日もダクシャンはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。